さらに北陸新幹線開通で富山のお酒の売り上げも絶好調です。増井泉増田酒造店社長増田雄一郎様です。はい、今年はいかがでしたか？今年も楽しかったです。もうあまり記憶にないんですけど、すいません。はい、常連さんがそんなに多くなかったかな、から結構お客さんが変わってるという印象がありましたね。はい、いつもいつもこうお酒の会っていうのはいつもの人しかいないんです。でほっといてもお酒を飲んでくれるいつもの人しかいないんですけど、今日はいつものお客さんじゃないお客さんもたくさんいてくれて、はい、広がるかもしれませんね。とってもお酒の会ってこうクローズで同じメンバーなんですけど、そうじゃないメンバーがたくさんいたし、女性がやっぱり多くちゃんと着飾って来てくれて、はい、大体お酒の会をすると会社帰りにそのまま紙袋を持ってくる人が多いんですけど、宮崎の会というのは特別でちゃんと着飾って着物を着てくるじゃないですか。富山の酒造組合の会長になって全組合員が2倍になるという宣言をしましたので、2倍になるまではうちの発表を聞かずに、その僕は一応富山を背負ってるんですけど、ぜひよろしくお願いします。はい、今団結して、新幹線ボトルを全員で作ったり、全日空応援ボトルを作ったり、で他の県でやって成功したことは全部真似をするという宣言をして、で石川で流行った夏濁りはすぐやったりとか、で他の取り組みでいいものは全部真似するっていうようなことを 主張してやってます。はい、富山のお酒を愛する女性の会というのを、千鳥の会というのを作って、千鳥足になるまで飲もうとかねっていう会もやってますし、全マスコミを全組合員が発表を着て回って冷やおろしの発表キャンペーンを、マスコミの社長全員にこうやってテレビとかに出してもらったり新聞に出してもらったり、お金がないのでどうやってタダでメディアに乗るかということをいつもやってますし、我々も愛されるようにこう頑張って地元の貢献をしたりいろいろしようということで、そういうことを今一緒にやってて、お酒を飲まないととか、お酒をちょっとこうみんなの頭の中に入れるとかということには少しずつ役に立ってると思ってますけど。